上役民駅は、岐阜県岐阜市上役民にあった、名古屋鉄道美濃町線の駅。美濃町線が前身である、美濃電気軌道の路線として1911年に開通した当初から存在する。2005年4月1日をもって、美濃町線と共に廃止された。道路を挟んで南側に、低床短式一面一線のホーム、北側に待合室があった。 北を住宅地、南を用水路の土手に挟まれた狭い道のため、ホームの幅は1メートル余りしかなかった。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。AB、岐阜のちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊び、谷組線の85年郷土出版社。 1997年、219から230ページ。ISBN4 から876700974。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年、880ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、51から52ページ。 ISBN 978から4から10から79万25から8。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、富津、名古屋鉄道路線略図、川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、 182ページ。ISBN4 から794207964。ありがとうございます。